オープンコレクタは電子回路における出力方式の一種である。特定の電圧や電流を直接信号として出力するのではなく、NPN トランジスタをスイッチのように用いて出力を表す。出力端子はトランジスタのコレクタであり、ベースには動作電流、エミッタはグラウンドに接続される。主に集積回路や、 センサーなどの出力部に用いられる。出力素子がバイポーラトランジスタではなく MOS フェットで構成されている場合、同様の回路はオープンドレインと呼ばれる。集積回路のオープンコレクタ出力の概念図オープンコレクタ出力は、渦のように NPN トランジスタをスイッチとして動作させている。この場合、トランジスタの動作状況によって、 出力は何も接続されていない状態、またはグラウンドに短絡された状態のどちらかになる。外部のプルアップ抵抗と組み合わせることで、トランジスタがオフ状態の時に出力は v ボルトになり、トランジスタが ON 状態になると出力は0ボルトになる。オープンコレクタ出力の機能的特徴は次の通りである。プルアップ抵抗が接続される電圧は、 電源電圧と同じである必要はない。このため、オープンコレクタは、定格電圧の異なる論理回路同士の接続にも使える。また、複数のオープンコレクタ出力を一つの線に接続することもできる。全出力がハイインピーダンスになると、プルアップ抵抗によって電圧の高い状態になる。出力の一つ以上が設置状態になると、 その線にかかる電圧は低くなる。複数のオープンコレクタを一つにまとめると、その線は、ワイヤード&、または、ワイヤード OR ゲートとして機能する。すなわち、正論理では、ワイヤードとなり、不論理では、ワイヤード OR となる。これにより、入力端子数の極端に多い回路を安価に構成できる。オープンコレクタの問題点の一つは、電力消費量であり、 トーテムポール出力及び CMOS 出力の回路に比べて一般に電流が多く流れる傾向がある。オフ状態であっても微小なリーク電流が流れる。また、L、H への状態遷移時には、電装線路の浮遊容量と入力回路の規制容量及びワイヤード OR 接続されている場合は、他の IC の出力回路の規制容量をプルアップ抵抗で充電しつつ電圧が立ち上がるため、 繊維完了までの正確な時間は設計段階では確定できない。それに加え電圧の立ち上がり途中は電装線路のインピーダンスはプルアップ抵抗そのものとなり外来ノイズの影響を受けやすい。これらの理由からオープンコレクタ出力回路はというロジック回路に使われる。もう一つのよくある用途はプルアップは行わずに電球や発光ダイオードの仮想度につないで 例えば、セブンセグメントディスプレイとして人間が直接目で見る形で出力する使い方である。この場合は L レベルにおいて発光する。また、プルアップした上で LED のアノードにつないで仮想度を設置した場合は H レベルで発光するようになり、この構成ではプルアップ電圧を変更することによって VCC とは異なる電圧で動作する LED を容易に利用できる。 このほか、旧式の TTL、TTL ベースの SRM a では、オープンコレクタのワイヤードの構成が使われている。今日の CMOS ベースの SRM a でも通常の CMOS 構造とオープンドレイン構造を過電流になるのを避けた上で、無理やりワイヤードで使う構造になっている。CMOS においては、TTL 同様にプルアップして利用することを前提として、 出力部分に N チャンネル MOSF とのみを用いる N チャンネルオープンドレインがほとんどである。しかし、CMOS は TTL と違ってスイッチング素子と静電圧と設置の配置が対象に近い構成をとるため、静電圧と設置を通常のオープンドレインとほぼ逆に配置することにより、プレダウンして利用する出力部分に P チャンネル MOSF とのみを用いる。 p チャンネルオープンドレインも構成できる。チャンネルオープンドレインが TTL と同様に L の信号のみ電流が出力されるのに対し、p チャンネルオープンドレインでは H は電源の静電圧で L はハイインピーダンスとなる。また、n チャンネルオープンドレインはワイヤード OR が TTL と同じ不論理の OR であるが、p チャンネルオープンドレインでは正論理の OR になる。この LED を接続する場合の曲線の向きと発光する条件も信号の立ち上がりと立ち下がりの速度並びにノイズ体制の違いも互いに逆である。また N チャンネルオープンドレインでは H レベルの電圧をプルアップ電圧次第で変更できるのに対して P チャンネルオープンドレインではプルダウン電圧の変更により L レベルの電圧を変更できる。しかしながら 電子と成功の移動速度の違いゆえに、プモスがムモスよりも動作が遅いこと、現在では H レベルは異なっても、L レベルについては設置の電位に統一する設計がほとんどであること、電圧レベルの変換をする際に P、チェネルオープンドレーンが最適となるような論理回路は、現在ではスーパーコンピュータなどを含めてもほとんど出回っていないこともあり、 標準ロジックにおけるラインアップが極めて少ない。CMOS から見ると、ごく初期のダイオードを用いたアンド回路は、CMOS 出力などをダイオードを用いて、N チャンネルオープンドレインの出力レベルに変換した後、ワイヤードアンドを用いているように見える。現在の LSI において、オープンコレクタが必要になりそうなほど巨大なアンド回路が必要な場合、ディジンモスやモーズによる、 の赤路が主に用いられる。CMOS のノアでは、p モスを直列接続する場所がボトルネックになるため、遅延が×になるのに対し、MOS のノア回路は入力数が少ない時の遅延が大きい一方、N チャンネル MOS フェットがもっぱら並列接続されて、直列の P チャンネルフェットは用いないため、配線の長さの増加した分だけが遅延に影響するので、入力数の増加に伴う、 遅延の増加が穏やかなためである。ISBN4-339001627、海底電子回路、相川工作他1983年5月コロナ社、P193VVCC の場合は、チップの出力端子に印加できる、最大電圧よりも V は低くなければならない。DTL、PMOS や MOS などにおいては、オープンコレクタでなくてもワイヤードや OR が、 構成できるが、プルアップやプルダウンが重複してしまうため、つなぐことができる出力数は理論的にも明らかに限られている。一方、TTL では入力部分の構造上、H 出力の時に必要な電流よりも L 出力の時に必要な電流の方が圧倒的に多い関係から、TTL 同士をつなぐ回路では、PNP トランジスタのオープンコレクタを グルダウンする回路は使いづらい。ありがとうございます。